趣味でルガディンをやっているものなのですが、ルガディンの何で、ごめん何で、趣味で、趣味でルガディンをやっている、ちょっとよくわかんない、趣味でルガディン、私の趣味はルガディンなんですが、私の趣味はルガディン、はい、ルガディンの幼少期の姿が気になって仕方がありません。どうかどのような姿をしているのかだけでも教えてもらえませんか。うん、あの自分もですね、趣味であのルガディン使ってるんですよ、プライベートで。あ、はいはいはい。なんであの自分もこれ非常に気になっていてですね、実は過去に何回かのタイミングであの子供のルガディンっていうのを作ろうとトライしたことがあるんですね。ただですね、あのその時にどうしてもコストが限られているので、はい、どれか種族1個だけならみたいな制限がつくわけですよ、うんうんうん、でそうなってきた時にまずコミコッテに負けまして、ああで次こそはと思ったところ、はいはいはい、コアウラに負けまして、アウラに負けた、はい、これですね、あの2連敗してるんですよ。なるほどね。、はい、あの自分としてはぜひ見たいという思いが強いのでトライしたいんですけど、まあ、このあたりはあの高柳先生と相談しながら、そうですね、はい、あそこが NPC の作成権限を、ね、全て握ってますからね、はい、なるほど、うん、確かに私も趣味でルガディンをやっておりますので、あ、同志ですか、小田さんには大変賛同いたすんですが、はい、なるほど、負けた相手がコミコってコアウラと言われちゃうとまあねえぐらいの。昨日ちなみに基調講演で積み食いっていう存在を発表したじゃないですか、はい、いました、いました、白い肌にね。はいはい、なんか、あ、それ触れますか。いや、わかんない、イルメグっていう妖精教があって、ああ妖精さんはあそこにいるって言われてたのに、はい、ルガディンは積み食いなんじゃないかっていうコメントが出ていて、なんかみんなもうほんといろんな妄想するなと思って。なるほど、速攻でしたね、うん、早かったみたいですね、それ。ありがとうございます、では続いてまいりましょう。